こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は、知らないと大損するかも、会計費について解説をします。いつまで使ったものが OK なのか、またその後の会計処理はどうすればいいのか、動画で解説していきます。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter もやってますので、ぜひそちらの方もチェックの方お願いします。また本を出版してますので、そちらの方も合わせてぜひよろしくお願いします。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。はい、それでは知らないと損をする会計費について解説していきます。本日の内容です。会計費ってどういう経費なのっていうのを解説して、それからいつまでの費用なら会計費に該当するのか、また会計費になるならないものを紹介して、その後の会計処理ですね、会計費は計上したものの、その後どうやって処理すればいいのか、要は節税につながる方法を解説します。そしてまとめと次回予告です。このね、処理方法についてはね、図もね用いて分かりやすく解説しますので、ぜひ動画の方最後まで見てください。はい、今回のね、内容は知らないと大損会計費についてなんですけど、こちら本の第1章の96に掲載されています。大損前に使ったお金、要は会計費っていうのはどうするのかというのが解説してあります。こちらの本ね、一つ一つ Q&A 形式で読みやすい、調べやすいものとなってますので、ぜひね、お手元に置いていただけると嬉しいです。こちらの本、Amazon、楽天ブックス、Kindle 版もありますので、ぜひぜひチェックの方お願いします。はい、それでは早速、そもそもね、会計費は何なのか、どこの経費のこと、どこの費用のことを言うのかを解説します。会計費というのは、この開業前にかかった費用のことを会計費というふうに呼びます。こちらね、図、これも本から持ってきた図なんですけど、開業準備資金の目安として、この準備を開始して営業開始、ここが開業届に出ている、まあ、オープン日、開業日になります。でもこのオープン日の前に準備のためにお金を使う、当たり前だと思うんですよ。皆さん大体の方がそうだと思います。開業してからね、すべてのものを準備してたらもう間に合いませんので、それより前にどうしても費用、もしくは支払うものが出てきます。この準備の開始した時から営業を開始するまでの間、この開業準備期間というところ、開業準備資金って書いてあるところですね。ここが開業費ということになります。ですので、ここの期間で開業するために使った必要なもの、購入したもの、金額が開業費として計上することになります。ここは一つ押さえておきましょう。それでは次、開業費についてもう少し詳しく解説をしていきます。はい、開業費について、これもよくある質問です。いつまでの費用が開業費に該当するんですか。こちら、何年までというルール、要は決まりというのは実はありません。まあ、一般的に言うと開業前の準備期間になりますので、1年から2年ぐらいが普通の範囲内かなというふうに思います。ですので、まあ、10年前からね、開業準備してましたっていうような経費やレシートっていうのは厳しいと思ってください。要は一般常識程度で開業費としてあげましょうということです。じゃあね、1年から2年ぐらいがね、大体一般的常識ですよ。とはいえ、じゃあ3年前がダメなのかとか、5年前の経費はダメなのか、そんなことはありません。きちんとオープンの準備のため、開業に必要なものに対する経費や支出、お金を使った場合は開業費に上げることができます。そして2つ目、開業費の上限はあるんですか。これもね、よくある質問の一つではないでしょうか。開業費の上限というのは実はありません。開業費がね、いくらまで、例えば300万までしかダメですよというようなルールはありません。上限はないです。ただし気をつけるポイントとしては、業種によってね、不自然でなければ大丈夫ですよってことです。この業種のビジネスをスタートするのに、こんなに開業費ってかかるっていう、ちょっとね、常識に外れたような金額でなければ大丈夫です。もちろんね、多めにかかったとしても、きちんと説明ができる、または証拠としてレシート、領収書がきちんとあるっていうことでしたら、金額が大きいから上げれないっていうことはありませんので、不自然じゃなければ、まあ、基本的に開業費には上限がなくて大丈夫ですよっていう意識でいいと思います。はい、そして開業費になるもの、一体どういうものがあるか、例をね、少し挙げたいと思います。例えば勉強会やセミナー参加費ですね。要は開業準備のために勉強会に行ったとか、学ぶことがあってセミナーに参加した、または名刺作ったとかね、あとチラシやフライヤーなどなど、紙関係のものもオープン前に作ることが多いですので、こちらの方も開業費になります。またパソコンが必要なためパソコン買ったとか、 iPad 買った、携帯買い替えたっていう場合も、こちらの開業費に該当します。そ
そして、こまごまとした消耗品など、必ず皆さん買うと思うんですよ。もうタオル、洗剤とか、こういうこまごましたものから家具や、まあ、食器が必要な方は食器買ったなどなど、開業で購入したものは OK になります。また、その他として、必要な資格があって、その免許を取りに行ったとか、保健所のね、許可が必要な業種の方、まあ、飲食の方とかだと、そちらの登録料などもオープン前に支払っていれば、もちろん開業費にすることができます。ですので、この開業費に計上できるということを知らないと、オープンの準備に結構意外と皆さん金額使うんですよ。例えば100万円開業費かかっていたのでその計上が漏れていたってなるとすごくもったいないことになります。オープン前にかかった経費っていうのは開業費として計上するんだっていうことは必ず頭に押さえてから起業してほしいなっていうふうに思います。それでは次にね、開業費にならないものにはどういうものがあるのかを次のスライドで解説します。はい、開業費にならないものですね。それはこちらです。まず一つ目、購入価格が10万円以上のものです。こちら購入価格が10万円以上するものというのは開業費、要はね、開業前に買ったとしても減価償却をすることに基本原則になります。要は買った価格が10万円を超えるようなものは減価償却するというルールがありますので、例えば先ほど言ったパソコンが8万円の場合は開業費に入れれるんですけど、例えばね、20万円のパソコンを買った場合は減価償却をするということになりますので処理が変わってきます。要は開業費からは差し引いて考えてくださいということです。減価償却については詳しく解説している動画がありますので、ね、ここで詳しく解説するともう減価償却の動画になってしまいますので、減価償却って何だろうっていう方はこちらの動画を見てみてください。先ほどの例パソコン出しましたけど、例えば机が8万円なら開業費になりますし、15万円ぐらい、それね、ちょっと高い机を買ったってなると減価償却をするというふうに分けて考えるということを覚えておいていただければ大丈夫かと思います。ですので購入価格が基本10万円以上のものは開業費にならないですよということです。もちろん今言ったね、机やパソコンを開業した後に購入すれば、要は開業費ではなく経費になりますので、そこもお間違いのないようにしっかりと押さえておきましょう。そしてもう一つ、開業費にならない、ちょっと難しいなっていうものがこちら、日常に使用するものです。日常に使用するものって一体どういうものって言いますと、例えば通信費や水道光熱費がなります。これはオープンする前から使っているものですよね。ですのでオープンに向けていきなりね、通信費や水道光熱費が出るわけでなく、普段からもう生活をするために使っているものというのは開業費としては上げにくいですよ、微妙ですよということです。もちろんこれらが開業に必要な理由が説明できれば上げることもできます。どういうことかと言いますと、自宅兼店舗でされるって方がこの開業前の要は電気代、ガス代、水道代というのを開業費に上げるって言うとちょっと難しくなるんですけど、例えば店舗を借りてそこでお店をするって前に、そのオープンする前にね、どうしても電気代、例えばちょっとね、準備のために行ったりとか、またね、練習するためにね、ガス代や水道を使うって方もいると思います。サンプルを作ったり、飲食の方だとね、やはりね、店舗で作ってみてどうなるのかとか、こうね、提供の仕方、効率的な提供の仕方などなど試したり練習すると思うんですよ。そのね、月の水道光熱、例えばガス代や水道代というのは開業費に上げることができるんですけど、普通ね、そういう風な開業に必要な理由が説明できれば大丈夫なんですけど、ちょっとね、日常に使用するものっていうのはやや微妙だという風に覚えておいてください。もちろん開業した後はですね、ネット代や携帯代、また水道光熱費というのは経費にすることができますので、そこから経費にするっていう方が自然な流れなんじゃないかなと思います。ですので開業費っていうのはこの2つのポイントを気をつけていただければいいんじゃないかなというふうに思います。それではね、開業費の処理とその後どうやって節税に使うのかというのを次のスライドから解説していきます。はい、開業費の処理と一体どう使うのについて解説をします。経理方法なんですけど、開業費というのは専門用語で繰延資産というふうに言うんですね。この繰延資産というワード、まあ、特にそんなね、絶対覚えなきゃいけないワードじゃないんですけども、開業費っていうのは繰延資産になるんだなって言って頭に置いといてもらえると、確定申告の時にも、あ、このことかなというふうに思っていただけると思います。そしてこの繰延資産というのは償却をして経費にすることができます。要は開業費っていうのはその後々経費にすることで、要は所得を圧縮して節税できるということです。そしてこの償却して経費にできるっていうのは、これもちょっと専門用語一つ出てくるんですけど、任意償却といって、実務上は任意、いつでもいくらでも償却することができるということです。もちろんね、開業費が100万円かかった場合は100万円以上超えてっていうことはもちろん経費に計上はできませんけども、100万円以内でしたら、例えば50万50万とか、30万30万40万というふうに任意で償却をする
することができます。ですので開業費の正しい節税の使い方としては、利益が出た年に計上して経費にするというのが丸になります。赤字の時にね、開業費の、ね、計上できるって知ってて、そこで焼却して経費に上げたとしても意味がないというか、税金額にね、赤字の場合は税金額がゼロ、所得税がゼロになりますので関係がないというか影響が出ません。ですのでその時に使ってしまうと非常にもったいないです。もちろん任意焼却なので使えないことはないです。計上することはできますが、もったいない使い方ですよということです。ですので利益が出た年、大きく儲かった年に経費にするのが正解です。それが節税につながる、これが開業費の基本的な、まあ、おすすめの使い方ですね。じゃあそれでは次、図解、どこに開業費って記入すればいいのか、経理処理について解説をしていきます。はい、図解です。これは青色申告をしているという前提で話をします。青色申告の4ページ目、4枚目のページにこの繰延資産を記入する欄、この空白で空いている部分があるんですね。そこに開業費というふうに科目を記入します。ちょっとね、分かりやすいというか大きく見せるために欄2行使ってますけど1行に収めてください。で、開業費というふうに書きます。で、例えばこの方は100万円かかったとします。で、100万円と書きます。そして今回の年に20万円開業費焼却します。そうするとここが80万円、20万円分を引いた80万円はまだ開業費として計上できる分が残ってますよというふうに確定申告では記入をしていきます。ですのでね、これね、もうね、去年に、ね、100万円で今年20万円落とすっていう例なんですけど、例えば初年度の場合はここが12月31日期末になりますので、ここに100万円が来て、その後焼却するときにこのように記入をしていくというふうになります。それでは次にね、焼却して経費にできるって言ったんですけど、この焼却して経費にするときの会計処理を図で紹介します。はい、こちらが青色申告計算書の1枚目、1ページ目ですね。ここに売上、1年分の売上を記入したり、経費のね、記入、まあ租税効果があったり、水道光熱費、旅費交通費っていうふうに科目が分かれています。そこの経費の部分の欄のところに、ここまたね、空欄で科目を指定できる、要は自分で記入できる欄があるんですね。ここの欄に開業費焼却または繰延資産焼却ということで、先ほどの例でいくと100万円あったのを20万円焼却するっていう例だったので20万円というふうに記入をして、要はこの経費にね、今年は20万円分開業費焼却をして経費にあげますよっていう風な処理をします。ですので開業費っていうのは計上するときには4ページ目の繰延資産、要は資産の項目に上ってくるんですけど、焼却して経費にするときにはこの1ページ目のところに経費として、要は開業費焼却または繰延資産焼却という表記、これはどちらの表示でもいいです。どちらかを使っていただければ大丈夫です。またね、会計ソフトによってこの開業費焼却とか繰延資産焼却とかちょっと違う言い方をする場合もありますので、その場合は会計ソフトの指示、まあ、ルールに従えばいいと思います。そしてね、開業費の焼却、こうやって経費に上げることで、その分所得金額がこのね、開業費を焼却するしない場合と20万円要は変わってくるってことですね。もしここを一気にね、50万円計上した時にはこの所得金額が今年50万円低く下がるということですので、税金額も下がります。ですので節税につながりますよということになるわけです。なので開業費はうまく使うことがね、大事なポイントになってきますよね。今年はいくら開業費焼却したらいいのか、要は試算するというか、いくら計上すればいいのかなっていうのを考える必要があるということです。あともう一点、注意点が一つあるんですけど、会計ソフトによっては先ほどのね、4ページ目に記入するんじゃなくて、減価償却のこの固定資産台帳に表示されるという場合もあります。それももちろん間違った処理ではないので、それぞれの会計ソフトの指示に従っていけばいいかと思います。はい、まとめです。そもそもね、開業費っていうのはまず計上するとき、要はオープンのときに知っておかないと損をしてしまう知識になります。そして開業するときに使うお金、金額がやはりね、大きい方も多いです。ですので初めての確定申告に必ずかかった開業費っていうのを計上するっていう知識を持っておく、要はね、知っておくことが大事になります。そしてもちろん開業費、証拠がいりますので、レシートや領収書が必要となってきます。開業費にかかったからこれ出すいくらですっていうふうに、ね、30万円ぐらいだったかなって言って、やはり計上することはできません。証拠がいります。で、そのね、レシート領収書を捨てないということも大事ですし、オープン前にね、かかったものなんでね、もう関係ないんだろうって言ってね、捨ててしまう方いますけど、そういうものを必ず取っておくという癖をつけるようにしてください。またね、遡ってね、手に入れれるものというのもありますので、全部捨ててしまったって言って諦めなくても大丈夫かと思います。例えばカードの明細や Amazon の明細などでしたら、遡って情報を取り寄せることができますので、全部捨ててしまったと言ってね、全額諦めなくても大丈夫ですけど、やはり基本的にレシート領収書、証拠に残るものは取っておくというのが、まあね、確定申告に向けての練習というかね、最低限のルールになってますので、そちらの方をしっかりと押さえておきましょう。そして先ほども言ったように、焼却する
ることによって節税につながります。開業費を計上するだけではダメですので、開業費というものは知っていて計上はしてあるんだけど使ってなかったですっていう方がね結構中にはいらっしゃるので、きちんとその後の処理、どうやって焼却経費に上げればいいのかっていうのを知っておくことが大事になります。次回の予告です。こちら本の第1章97を次の動画では解説します。会社員時代の国民年金や健康保険は一体どうなるのか、皆さんね会社辞めてじゃあ自営業になろうって言った時にどういうような手続きが必要なのかきちんと知ってますか。なのでこの辺をね押さえておく必要があるので、次は97番のこの国民年金や健康保険が一体どうなるのかについて解説をしたいと思います。またぜひお楽しみにしてみてください。はい、私はオンラインサロンを運営してます。メリットが3つあります。1つ目、オンライン上で税理士に質問相談をいつでもすることができる。これが本当に皆さんからね聞きたいちょっとしたことがあるって時に使えるということで好評です。2つ目、定期的にサロンズームを開催します。オンラインサロンのメンバーと情報交換、異業種交流ができたり、また私にねズーム上で直接相談や質問をすることができます。こちらも好評です。そして3つ目のメリットです。税理士の裏側を公開しています。ビジネスどうやってるのかとかね、今どういうこと気にかけてビジネスしてるの、また SNS を使った集客方法、 TikTok や YouTube の裏側、新しい税金やね経理情報、またビジネスに関する情報はオンラインサロンのみだけで投げてますので、ぜひオンラインサロン気になる方は概要欄から URL 飛べるようになってますので、ぜひチェックしてみてください。参加お待ちしています。オンラインサロンは Facebook の非公開グループを利用して運営をしています。ぜひよろしくお願いします。はい、またチャンネル登録をよろしくお願いします。このように自営業フリーランスに役立つ内容を動画で投稿していってますので、チャンネル登録、また高評価ボタン、感想やコメントいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。またその他 SNS としてインスタグラム、これ 1.5 万人フォロワーがいます。 Twitter もやってますし、 TikTok もいます。 TikTok はフォロワーが6万人を超えてますので、ぜひ他の SNS もチェックしてみてください。同じく概要欄の URL から飛べるようになっています。本日の動画も最後まで見ていただきありがとうございます。開業費ってねやっぱ知っておかないと大事ですし、まず計上することが一つ目のポイントですよね。そしてその計上した後にきちんと焼却をして経費に上げて節税として使う、これが大事なポイントになりますので、ぜひ皆さんうまく開業費計上してうまく節税に使っていただければなと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。それではまた。